一つご紹介をしたいんですが、はい、東さん、安田さん、スタッフの皆様、いつもありがとうございます。新番組が始まると聞き嬉しく思っています。生きづらさといえば、最近コロナの状況が悪化するにつれて、思い込みの正義感が強くなるのか、攻撃的になる人が多くなっているように感じます。感染した人の状況も知らないまま、その人が感染したことを責めたり、サザエさんの番組でゴールデンウィークを楽しむシーンがあると炎上したり、あったね、ありましたね。自分の正義感を過剰に押し付けるのは、みんながストレスを溜め込んでいるからでしょうか。どのようにすればこのような嫌な流れを変えることができるでしょうか、ということなんですが、やっぱりね、あ、しんどい ね、やっぱり言葉がすごくこう先鋭化してしまっている傾向っていうのはあるなと思ってて、こう、ね、だからこそこのこういう番組を作りたいなっていうふうに思ったんだけど、なんかやっぱりそれって、こういう時にしんどいとか、こういう時に不安だっていうふうにこうリリースする場がそれだけやっぱりこうないことのこう裏返しなのかなっていうふうにも思ったんだけど、どうですか。トイレットペーパーなくなっちゃったりね、トイレットペーパーたくさん買ったからって別に不安が消えるわけじゃないけど、ものすごい不安だから、ね、たくさん買っちゃうんだろうね、あれはね、きっとね。なんかサザエさんがね、別にアニメなんだから、ね、不謹慎じゃないと私は思うんだけど、びっくりするよね、すごい見ててしんどいなって思う、そういう、なんだろう、ね、なんか私たちはスマホ見ててもエネルギーを受けちゃうからね。そうだね。なんか、私たちはこう現実の世界でしんどいけど、せめてサザエさんたちは楽しそうって何よりだなじゃなくて、サザエさんねってなっちゃうぐらい心の余裕がないっていうことだもんね。すごいよね。でも私はもうやっぱりしんどいから、しんどい時はタイムライン見ないね、スマホを置いちゃうね。全然なんかやっぱりこう離脱することによって自分がね置いていかれるんじゃないかみたいな、あ、それは思うね、焦燥感みたいなものを持ちがちだと思うんだけど、なんかこう、こういう時こそもう離脱していいんだよ、こう離れていいんだよっていうことは、なんか呼びかける必要があるのかなとは思うよね。離脱した方がいいよね、自分の心のエネルギーがチャージされるまで、ちょっと置いた方がいいよね。それでニュースとか見ないと、情報を見て動かないと、お仕事のこと決めないとっていう、家族のこと決めないとっていうことがあるときは、夜の9時から10時までにするとか、朝の8時から9時までする、なんでもいいんだけど、ずっと見続けると本当に疲れちゃうと思うから、特にツイッターなんかはね、見たいものといろんなのが入ってくるのがいいとこだけど、本当にいろんなのが入ってきて受けちゃうから、元気な時だけ見る、で本当に必要な情報は自分から取りに行く時間を決めるってしないと、やっぱりもうすごい疲弊すると思うな。あれ、わかる。なんかすごい真面目な人ほど、なんかちゃんと情報収集しなきゃとか、そうだね、で自分の立ち位置をそれに対してこう表明しなきゃとか、すごく焦りとかもあると思うんだけど、なんかやっぱり土台をちょっと変えてみるというか、情報収集の上に自分を置くんじゃなくて、やっぱり自分の心の健康とか、でなんか体の健康もそれに入ってくるのかもしれないけど、それに土台を置いて、そこに無理のない情報収集とか、プラスアルファの時間を乗っけていくみたいな感じだよね。本当にそうだよね。なんかこう切ってさ、血が出てたらさ、なんか止血したり血盤張ったりできるじゃない、するじゃない、でもさ、心が疲れてるのってすごい無視しちゃうよね。どこまでさ、どこまで自分が SOS 高まってるのかわからないから、やっぱり私も結構無視しちゃうと思う。心に疲れが溜まってるとか、自分は今しんどいって感じてるんだってわかるのってすごい難しいから、休んだらなんかサボってるとか怠けてるのかなって自分に対して思っちゃうんだよね。でももっと休んでいいし、本当に元気、エネルギーが回復した時に向き合えばいいことってたくさんあると思うな。もうね、なんかさ、こう日本ってくくるわけにはいかないと思うんだけど、どうしてもやっぱりこう今の社会の中でこう耐え忍ぶことが美徳みたいな、こう耐えてこそだみたいな、なんかまだそういう空気感ってすごい根強い気がしてて、なんか本当にこう呼吸をするのと同じぐらいの自然さで、こうふっと弱音を吐いていいんだよっていうところだよね、多分ね。そうだね。私自身自分にそれを許せてないかもしれない。頑張らなきゃってどっかで思ってるね、きっと。そうじゃない自分はダメなんだってすごい思ってると思う。そうだから、もう頑張れっていう言葉もちろん大事だけど、こうそれと同じぐらい頑張らないみたいな、なんかそういう発想にあってもいいよね。
ダメでもいいみたいなダメでもいい、休んでもいいってとこが足りないよね。それにちょっと重なる視点なのかもしれないんですが、こういうメッセージも来てます。桃五郎さんからいただきました。海外に長いこと住んでいて日本に戻ってきました。なぜ日本の男性は男性というだけでこんなに威張っているのでしょうか。その一方、日本の女性はなぜこれまでそれを許してきたのでしょうか。帰国後、日本に対する逆カルチャーショックで日々息苦しい思いを抱いています。お二人はどう思われますかということなんですが、どうでしょうね。なるほど。私は何だろう、許してきた女性がその女性差別を許してきたかって言われると、なかなかこう厳しいな、難しいなと思って、何だろうね、声も上げられないぐらい踏まれてきたのかなっていうふうに私は思ってるんだよね。でそれでこう先輩たちが本当に少しずつ少しずつあの社会を変えてきてくれた延長線上に、私はレズビアンなんですって言える私がいるかなっていうのはすごく思っていて、その時代その時代にやっぱりどうしようもなかったこととか、もう本当にやりきれないような、なんだ、残っていなかったりとか隠れていて、今は私も見えないような本当に苦労がたくさんあったと思うんだよね。声さえ上げられないってことが長く続いたんじゃないかなと私は感じるけど、なっちゃん、いやそれはめっちゃ思う。なんかその今でさえ例えばその性暴力とかこうハラスメントに対して声を上げると、ものすごいやっぱりこうバッシングを受けてしまう子を、なぜやっぱりこう声が上がらなかったのかって、上がらなかったっていうか上げられなかった面ってすごく強いよね。でそれがやっぱりガキが今言ったみたいに、こう先輩たちとかこう先に声を上げてくれた人たちが少しずつ、本当に少しずつ積み重ねながら、もう少し生きやすい社会を作ろうよって、ようやくこう変化の兆しが見えてきたのが今な気がするんだよね。でも、なんか自分自身もこう無意識に刷り込まれてたところっていうのは確かにあるような気がしてて、例えば、ね、このフォトジャーナリストの世界ってものすごくやっぱりこう、男性が多い社会だし、フォトジャーナリストに限らずメディア全般まだまだそうだと思うんだよ。そうだね。でそうするとなんか本当にこの仕事始めたばっかりの時とかは、なんか、男性みたいにたくましいねとか、こう男性社会にこう自分を合わせていくっていうことがなんか正解のように思っちゃってたところってあると思うし、最近になっていろんな人がこう声を上げてくれたから、あ、これってノーって言っていいんだとか、あ、これは確かにハラスメントだよね、だよね、今までやっぱりモヤモヤしたものがあったけど、なかなかそれを言語化できなかったのが、いろんな人がこう言葉を紡いでくれて、私たちにこう声を言葉をくれた気がするんだよね。あ、これは声に出していいんだっていうふうに、それはやっぱり最近の変化としてあるのかなっていうのは思うよね。私もすごいそう思う、本当にそう思う。なんか許してたって言われるとどうなんだろうな、難しいな。でもそういうふうにきっと質問してくださった方は海外から帰ってこられて、そういうふうに目に映ったんだよね。そういうふうに映るんだよね、きっとね。なんだろうな、なんかその海外から帰ってきてっていうところで、もう一人お答えいただいてまして、なお、さんから、私はここ数年で日本はとても嫌いになってしまいました。きっかけはいろいろな国に行ったということもあるかもしれません。日本のいいところ、日本人のいいところもちゃんと知っているつもりですし認めています。どこの国にも長所短所があるのは承知の上で、日本が嫌いになってしまいましたが、それは正直で素直な気持ちです。どうしたら生きやすくなるでしょうか。辛いですという声をいただきました。どうでしょうね、どんなところがしんどいんだろうね。やっぱりこう女性としてとかマイノリティとして生きづらいっていうところがあるのかな。ね、なんかこう具体的にどういうところっていうのが書いてなかったので、どこから考えたらいいのかなというふうに私も思ってたんだけど、なんか日本っていう、こう大きな主語でやっぱりこうくくりきれないところももちろんあるし、なんか今自分が生きている社会のこういうところが生きづらい、こういうところが好きっていうのも、ものすごくやっぱりこう人によって違って、そうだね、思うんだよね。ただ
なんかやっぱり海外と行き来しててすごく感じるのは、うんうん、日本はこういうところを改善したらもっと良くなるんじゃないっていうそうだね、うんうん、その時にいや日本はそんなことない素晴らしい国だそんなこと言うなっていう風にこう、うん、なんかそれに対するサジェスチョンしてるんだけどそれを許さない空気感みたいなのもどっかにあるような気がして、うんうん、それ自体にもしかすると生きづらさを感じてる、うん、そうだねそうだね。アップデートしていくにはここがもっとこういう風になったらいいよね今時代は変わってるからこうだよねってことを柔軟に聞けない社会があるのかもしれないよね。そういうとすごい炎上したりバッシングされたりする、うん、そこが苦しい、しんどいよね。もうそれさっきの話だけど、声上げられないもんね、そんなんじゃ。うん、そうなんだよ ね。なんか本当に身近なところで言ったら、うん、こう電車の中になんでベビーカーを持ってくるんだっていう声が上がっちゃったりとか。うんうん、私去年、ガテマラに行って、うんうん、ガテマラってまだまだ女性たちが声を上げづらいっていう取材をしてきて、うんうん、いや、これは日本に伝えなければって思ってきたんだけど、ふと日本社会をこう、ね、振り返ったときにガテマラよりも日本の方が実は国会議員に占めている女性の率が低いっていうことに気がついて、うん、あれ、うん、っていうふうに思ったんだよね。で、うん、そういうところを変えていきましょうっていうふうに、うん、なんか社会を良くするためのサジェスチョンとか提案とかを、うん、もうちょっとやっぱりこうスムーズに受け入れやすくしていくみたいなことは必要なのかもしれないよね、うん、そうだね。ジェンダーギャップ指数本当に低いもんね。日本で生きて育って日本で仕事し日本で暮らしてるとあんまりこう女性差別があるって実感しにくい人もいるんだけど、でも今の日本のジェンダーギャップ指数はもうとんでもなく低いよね。だからやっぱりこの桃五郎さんも奈緒さんもせっかくやっぱりこう海外からの視点っていうのでいろんな気づきがあると思うので、なんか海外で学んだことこういうことがあるんだけどどうっていうのを、あ、それも取り入れようとか、あ、これも議論の余地があるねっていう風にもうちょっとやっぱり柔軟に受け止めていく受け皿みたいなのがそうだねなのかな、やっぱりね、うん、ね、そのやっぱりこう言えなさみたいな生きづらさに関連してのこう、うんうん、質問になると思うんだけれど、寺さんから小雪さんへの質問ですということで、はい、ます。仕事帰りなどに小雪さんのツイッターを見させていただいています。発しづらいことやいろいろな不安、仕事で疲れていた私の心に穏やかだけど筋の通ったしっかりとした主張に安心感を感じ、優しさを感じて元気になれるからです。いつも前向きで強いな、すごいなと思うんですが、セクシャルマイノリティであることに生きづらさを感じていらっしゃいますか？もしあるとしたらどんなところに感じているのでしょうか？ちなみに私は生きづらさを感じていました。それはレズビアンであるからということと他の要因が混ざっていると思います。今ここでは言葉では言い表すことができませんということなんですが、東さんへの質問です。あ、メールありがとうございます。いや、でも私もそうですよ。自分がレズビアンだから生きがたいっていうこと、それこの一点っていうことでは私はないと思うんですね。例えば性同一性障害の人で今性別移行をしようとしている人、手術だったり治療が必要で、今そのことにすごく人生の中でやっぱりしんどさだったり、意識がそこにすごく今力がすごく向いてる人はもうそれがしんどいっていうことも当然あると思うけど、でも私の場合はなんだろうな、本当にレズビアンであるってことは今の私の東小雪のすごい一部なんだよね。いろんな属性だったりいろんなことがある、金沢市出身とか血液型が A 型とか、そういういろんな要素の中の一つが、まあ、セクシャルマイノリティ、マイノリティ性っていうことなんだけど、それが全部じゃないんだよね。だから若い頃はやっぱりなんか誰にも言えないんじゃないかとか、人に言ったらすごい否定されるんじゃないかとか、嫌われちゃうんじゃない、気持ち悪いって言われるんじゃないかとかすごい思ってたし、それはとってもしんどかったんだけど、今はもうオープンにして生活して長いから私にとっての一部っていう感じになってて、でもやっぱり、あ、どうしてパートナーと結婚できないんだろうと、結婚したいと思っても結婚できないんだろうなとか、結婚できたとしても私は今パートナーがですね、クローゼットって言ってセクシャリティをオープンにしないで生きてる人なので、うん、2人の関係を人に言えないんだよね。そうするとパートナーがカミングアウトしないっていう選択は尊重したいと思ってるし、安全にお話しできるようになってほしい。でもそれまでは言わないでおくっていうのはもちろんそうなんだけど、なんで隠さないといけないんだっけって思うことはあって、それはやっぱり生きがたさというか不思議さというか、そういうのはやっぱり抱えてるかなと思うよね。本当だね。なんかやっぱりこう、うん、自分自身の一部とはいえ、やっぱりなんでそれを、うんうん、
こう隠して生きなければいけない状況があるんだよっていう、それってやっぱりこう自分だけのやっぱりこう力だけではどうにも、ね、ならないところがあって、でも、ね、少しずつだけど今までやっぱりそういうこう当事者っていう言葉の使い方って私はすごく難しいと思っていて、例えばそのセクシャルマイノリティである人たちだけが当事者なのかとか、いろんなこう議論があると思うんだよね。で、今まではやっぱりその狭い意味での当事者の人たちだけの問題でしょっていうふうにこうなっていたものが、こういやもっと生きやすい世の中にしようよっていうふうにこうどんどんやっぱりその輪が広がっていったからこそのちょっとずつのこう社会変化だった気がしていて、なんかそれがちょっとずつでも今は積み重ねてきてるのかなっていうのも思う。私もこの10年あのいろんなところでいろんな人にお話しさせてもらって驚かれたりすることもいっぱいあったんだけど、でもあそうなんだ、知らなかった、ごめんなさい、あごめんね、知らなくてこの言葉使ってた、こんな風にしてた、あ高校の頃小学校の頃こんな風に言ってしまって傷つけちゃった、知らなかった、本当に良くなかった、ごめんなさいっていう声をすごいたくさんもらって、うんね、それもちろん何 か加害をしてしまうっていうのはすごく良くないことだけど、でもあ知らなかった、あれって傷つけることだったんだ、いけなかったんだって今気づいてもらったら、あそっから次の日からね、その日から変わっていけばそれが広がっていくのね、すごいいいなと思ってて、知らないこと不勉強なことって私もあるし、でも、うん、あ良くなかったんだ、あそうか知らなかった、ごめんなさいって思ったら、もうちょっとずつ変えてってもらえば、それがこの10年の変化の積み重ねなんじゃないかなって本当に思うんだよね。本当ね、ちょっとずつやっぱりその知るっていうことを積み重ねながら、うん、本当にこう一人の人間として自然体で向き合う、ね、そうそう、だからカミングアウトしても、あそうなんだね、どんな人とか、あそうだったんだね、それでっていう風に私は本当に早くなってほしい。本当に、はあ、楽しいね。なんかね、でもメールをねたくさんもらってすごい嬉しかったね。なんかこう私たちの側が学んだりとか気づいたりとかすることの方がむしろ多いよね。すごい考えた。ということで第1回生きづらいあなたへということで、これから第2回第3回と続けていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。